でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第四律者に認定したこと。もう1つは第四律者エスキューバルキリーが、なんでもない時だったら手を。今回出動しているエスキューバルキリーはデュランダル、黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っている。今のエスキューバルキリーの中では最強だそうよ。他の景色をゼローネお姉ちゃんにも見せてあげる。